もしかしてノリさんって化け物？に対する視聴者の反応集。この人って地味に化け物だよな。竹豊かに隠れてるけど。ド派手に化け物だわ。派手に化け物だぞ。派手に化け物だ。竹豊かがド派手なだけや。派手に化け物な上に言うほど隠れられてもないぞ。まあ凱旋門賞は買ってほしいよな。さすがにお礼かだわ。フランキーはこんなところ来ないで。ぶっちゃけこの人と戦えた美穂のジョッキーって岡部騎士か海老名騎手しかいないよ。現役騎手の通算勝利数ランキング今一度見てこい。竹豊は天才。こっちはなんかもっとヤバい代物。5G のせいで感覚麻痺してるけど50超えてもジョッキーやってるのって一昔前では考えられないんだっけ？岡部さんぐらいか。増沢さんと的場文雄さんがいる。5G とかいう竹豊の愉快な仲間たちに見せかけた英傑たち。この人が若い頃は結構イケイケな感じだったって聞いてマジ？ってなった思いで。3区3頭中2頭 G1 勝ちってやばいよね。200頭くらいつければいいのに。プライベート主母場だからなぁ、あんま増やせないよ。竹鹿和夫も子供もジョッキーになって G1 取れ。グラスワンダーを超えろ。何考えてるかわからないし、レースで何してくるかわからないあたり豊かより怖いんよ。なんというか天才ってこういう人なんだろうなって感じの人。酔っ払って馬房で寝た男だぞ。やべえノリがけられた。昔の尖ってた頃はぜひリアタイで見たかった。天才と箱の人のことを言う。化け物が同時期にいるだけ。なんか見えてるものが違いそうこの人。息子に、何を考えているかわからない、不気味です、って言われるぐらいだからな。息子をもってして何してくるかわからないと言わしめる天才。甘いもの食べたくてロールケーキ一本を恵方巻きのごとく飲み込んだ人じゃねえか。甲羅も一緒だったか。しかも太らないという。飯炊き釜が壊れたから結果往来だったとはいえ、吉宮大量に買って持ち込んだ人じゃん。ドーナツも買い占める。ドーナツ買い占め。牛丼音長い。スープカレー脱走事件。と結構食べ物絡みの話があるよね。あと料理も一通り全部作れるし、ケーキも焼けるらしいぞ。主戦のりさんの馬娘がこれやるとこ想像すると笑えてくる。ローレルとかドーナツ買い占めてきそう。騎手回りってアレな話も多いけど、ノリさんは掘れば掘るほど面白いエピソードしか出てこなくて笑うんだよね。ノリさんが JRA の顔やってるのも想像できないし、やっぱり今の3枚目的な立ち位置が似合ってると思う。最後の G1 勝ちはアンジュデジールのレディスクラシック、2018年、か。2着はあるんだけどねー。NHK マイルは惜しかった。マテンローオリオン割とかなり悲しかった。たまにめちゃくちゃうまい騎乗するの好き。人気薄のノリさんの単勝にぶち込んでる時一番脳汁出て好き。たまに息子たちを豪快に差し切ったりするの大好き。豊かの誕生会の記念撮影で押さえつけられてセンターになった人。月あらばタイトルホルダーの暗情狙ってるの本当に笑う。まあでもサードドライバーとしては最高でしょ。衰えたとはいえきっちり強い馬与えたら全然勝負してくれるし。何かで和夫が乗れなくなったら代打でマジでありそう。そして何するかわからんくて一番怖い。まあさすがに逮捕は前ポツンするやろ。そこに性格無比な幻惑ラップタイムを絡めてくるだけや。逮捕引退まで和夫に乗ってほしいが、親子3人で鬼ラップ刻んで G1 勝つのはそれはそれで見てみたいから困る。基本的に愛が重い。二人の息子も愛が重いんだよな。ここら辺に例のギフが貼られる。はい。ねっとりしてる。見てるとなんか後ろめたい気持ちになるんだよなこれ。これもだけどライアンの引退式で泣いちゃったのも好き。今もまだニコニコに動画残ってるかな。親父の顔になっちまった。おいっ子の菊沢くんもナンパーかのリーン氏入ってる顔してるんだよな。若い頃見るとちゃんと3組のリーン氏受け継いでるんだなーって。横山のりひろ3区って何かと親に似すぎてない？ちょっと若い頃ののりさんと和夫がそっくりすぎて笑うんよ。少し顔の系統違うたけしも笑うとそっくりなの笑うんよ。たっけ曰く、ゆういちは論理的がゆえに何考えてるかすぐ読める。のりさん派何考えてるか考えるだけ無駄、だっけ？今でこそ宝塚もこれに追加されるけどこれほんま好き。意味不明な記録。目白浅間一族かな？横山家の子孫がこの先天皇賞勝つたびポップしてくる天皇賞の亡霊と化した目白。らしいというか、なんというか。ドバイののりさん貼っとく。自作のノリのワンポイントが入った靴下を豊さんはじめ息子たちにもあげているらしいね。これ好き。めちゃくちゃ笑ってるのぞえさん。笑いすぎててそっち見てしまう。
そもそも意味わからんのが、これ立東所属機種のファンフェスなのにしれっと美穂のノリさん混じってることなんだよね。実施でもわからないものの存在を俺らが計り知ることはできないのだ。ついてあげればこの日のメインレースでノリさん勝ってる、グレーかな。アンブレラデートかな。誰かゼファーとセイちゃんでこれの再現してくれねえかな。絵面だけでも面白いのに吉富の絶妙な表情が秀逸すぎる。タケシが勝った時に走ってタケシが乗ってる馬の馬主に挨拶しに行ったのを見て父親だなって。ジョッキーの一族ってただ続いてるだけじゃないんだな。去年の有馬の時にやってたねー。逮捕の調教師も何も約束してないけどレース終わるといつもノリさんが待っててアドバイスくれるって言ってた。こんな子煩悩なのに若い頃生きてたとか今からは信じられない。ニュージーランドトロフィーで豊かとワンツー決めた時、20年前かなってどっかで書かれてたの好き。感性は竹さんよりも天才的なイメージがある。だからこそわけわからんポツンとかもやらかすけど、後ろポツンでも足を溜めてるのか馬の調子が良くないから回ってくるだけなのかどっちなのかわからんので、やられたら運が悪かったと諦めるしかない天才。ちなみに竹氏は声と性格がノリさんにらしい。なので、特に酒は飲むなと言われてるとかなんとか、なお竹氏はお酒弱い。というか横山家は正確な体内時計がしっかり遺伝してるのがやべえですわ。インタビュー聞くとノリ特有の鼻声みたいな声をしっかり受け継いでるのは竹氏。カズオも若干鼻声っぽいけどね。馬は頑張っていますよ。ノリも頑張れよの提携。たまに前走これからの大穴激走してくるから本当に怖い。摩天楼官名と小倉と逃げ馬とクラブエルのノリは変え、吹いていても変え。G1 で2着だった回数多くてニゲットとか呼ばれてたらしいのくさ。なお2着に来た時の1着の安城。俺の中でノリさんといえばやっぱりゴルシーン大好きかな。内パクや岩田とかと比べて持ちネタ炸裂で笑わせてくれたやつ。ちゃんと出ましたけど。まあちゃんと出るのが普通、当たり前なんですけどね。ひひん。主義性何十億どうもすいません。いやでもその経験を踏まえてなんとジャパンカップというね大役をね。まあちゃんと出ましたけど。当たり前なんですけどね。まあ本当これがゴールドシップだったんで。息子の目の前でダービー勝つを2回やったんだっけ？そうそう。ダービー2回勝っててその2回とも息子が競馬学校の研修で観戦に来てた時。漫画やアニメだと普段穏やかに糸目ニコニコしてて、いざバトルとなったら目が少しだけ開くタイプだよねこの方。かっぴらくのではなく少しだけなのがポイント。ノリさん若い時ってなんとも言いづらい。やんちゃだったみたいだけど、武闘派勢とも遊び人勢ともまたなんか違う感じがする。タバラの子のツイート好き。あーそっか、北斗ベガの時に叱ってくれた先輩ってタバラだっけ。タバラ入ろんなとこでいい先輩エピソードが見え隠れするな。タバラは思ったこと言っちゃうタイプだから揉め事多かっただけで、若手の頃に豊が関東でいびられてたのに激怒して辞めさせたり、福永の騎乗フォームをマンツーマンで強制したりと後輩には優しかったからね。普段何も言わないで家を出るノリが、ちょっとくるっと回ってくるわ、と言って出て行ってからのイングランディーレ天皇賞春。かっこよ。ノリさんのレースでカズオが一番好きなのってイングランディーレの春天らしいね。イングランディーレの春天から18年後に今度はカズオがタイトルホルダーと一緒に7馬身つけて勝利するのって来るものがある。そりゃ親父の一番好きなレースと同じ勝ち方できたんならお手馬に脳焼かれるはずだわ。ちなみにタケシはカンパニーの秋天が好きなんだってさ。競馬ってブラッドスポーツだね。それぞれ好きなレースが天皇賞春と秋に分かれて、その通りに G1 勝つとかなんなんだこの兄弟。